フェスは、カナダのパリトロンコーポレーションが開発したアクションパズルゲーム。2012年4月に XBOX364 にリリースされ、その後、Windows、OS10、Linux、PlayStation4、PlayStation3、PlayStation Vita、Nintendo Switch 版がリリースされた。2015年12月には、ゲームデータとサウンドトラックデータを収録した。 Windows 用パッケージ版が500セット限定でリリースされた。クラシカルなドット絵で構成された 2D のアクションゲームに 3D の概念を組み合わせた仕掛けを特色としている。2D の世界の視点をプレイヤーが三次元的に回転させ切り替えることで隠れた道や扉を発見することができる。フィールドに散らばったキューブのかけらを集めることがゲームの目的であり、 それらを入手すると対応した特定の扉を開くことが可能となり物語が進行する。本作の制作を手掛けたパリトロンコーポレーションはゲームデザイナーフィル・フィッシュとプログラマーリノーベ・デハードにより設立されたインディー開発チームである。さらにフェス開発チームには作曲家のリッチ・ベリーランド、サウンドデザイナーのブランドン・マッカーティンが迎えられ2012年には 口述するインディーゲームにおける作品賞を受賞するに至った。インディーゲーム制作者たちの奮闘を取材した2012年公開のドキュメンタリー映画インディーゲームザムービーでは本作の制作4年目のパリトロンコーポレーションの姿が取り上げられている。二次元世界の住人であるコメズはある日光り輝く大きな金色のキューブに出会う。 キューブを見て三次元世界の存在を知った、コメズは世界に干渉する能力を得るが、同時にその金色のキューブは砕け、欠片が世界中に散ってしまう。キューブが砕けたことによって崩壊が始まった世界を救うため、コメズはキューブのかけらを集めていく。2012年のインディペンデントゲームズフェスティバルで、本作はスーマス・マクナリーグランドプライズを受賞。ゲームメディアでは、 ユーロゲイマーが10、10、ジョイティックが5.0、5.0、イグンが9.5、10、ゲームインフォーマーが9.25、10という満点あるいは満点に近い評価を行った。また、ユーロゲイマーは本作を2012年のゲームオブザイヤーに選出した。2013年4月、フィルフィッシュは本作の XBOX360 版の 販売数が20万本に達したことを発表した。2013年12月、パリトロンコーポレーションは本作の販売数が100万本を突破したことを発表した。2013年6月13日、パリトロンコーポレーションは E3 でフェス2の制作を発表した。しかしゲームジャーナリストのマーカスビアがゲームトレーラーズのウェブトークショーインビジブルウォルスにおいて フィルフィッシュを非難したのが発端となり、2013年7月27日、フェス2の制作中止が発表されるとともに、フィルフィッシュはコンピュータゲーム業界からの引退を表明した。2014年8月にフィルフィッシュはツイッターでコンピュータゲーム業界への復帰とフェス2の開発再開を示唆したものの撤回した。原因は、インディーゲーム、デプレッションクエストの開発者、増育員が、 ゲームメディア関係者に枕営業を行ったと告発された事件についてツイッターでフィッシュが彼女を擁護しゲーマーコミュニティによる彼女への個人攻撃を避難したところ絶戦に発展したことにあるゲーマーコミュニティから報復としてパリトロンとフィルフィッシュの公開処刑と名付けられたクラックを受けフィッシュの個人情報とパリトロンの会計情報の暴露 ウェブサイトツイッターアカウントの乗っ取りなどの被害に遭った、フィッシュはゲーマーコミュニティをテロリストと呼び避難するとともに、コンピュータゲーム開発を無価値と断じた。そしてフィッシュはパリトロンとフェスの IP を売却すると述べた後、ツイッターアカウントを削除した。ABCDEF パリトロンコープカンパニーインフォメーション。 ゲームファックス ,CBS インタラクティブインク、2014年8月28日、閲覧。AB, f e ズ is, Back with, A Nintendo Switch Ver. アウトトゥデイ。ディストラドイド、2021年4月15日閲覧。h t t p w w w e グン n c o m Articles, 2015-11-26、インディダーリンフェズゲッツウェイ -100。 リミテッドエディションハット AB オクタニ怪人。アクセスアッコセプテッド第392回。ゲーム業界の異端値が、早すぎる引退表明。4gamer.net。アイタス、インク。2014年8月28日閲覧。AB、追記フィルフィッシュ騒動に見る。インディー開発者とコミュニティの衝突。オートマトン。アクティブゲーミングメディア。二千十四年十一月四日。 閲覧。Here are your winners of the 2012 Independent Games Festival. ポリゴン。http www.polygon.com Gaming 2012フェズ海外レビュー。チョークポイント。http www.chok.point.com、ok、e p イコール112532014年8月28日、閲覧。トム・ブラムウェル、ユーロ・ゲイマー、S ・ゲーム・オブ・ザ・イヤー2012。eurogamer.net。http www.eurogamer.net、アーティクルズ、s 2012から12から30、ユーロ・ゲイマーズ・ゲーム・オブ・ザ・イヤー -2012-2014 年8月28日。 閲覧。2D アクション、フェズの Xbox Live ーケード版セールスが1年間で20万本に到達。インサイド、http コロンスラッシュスラッシュ www.inside-games.jp スラッシュアーティクルスラッシュ2013スラッシュ04スラッシュ15スラッシュ 65595.html2014 年8月28日閲覧。 パリトロンの人気パズルプラットフォーマー、フェズの販売が100万本を突破、フィルフィッシュ氏の近況。ドーペ、http コロンスラッシュスラッシュ DOO、クリスチャンドンラン、パリトロンアウンセスフェズに、eurogamer.net、httpww.eurogamer.net、アーティクルズ、s 2013から06から13。 パリトロンアウンセスフェズマイナスに2 0 1 4年8月28日、閲覧。続報、フィルフィッシュ氏が、フェス2の始動を早くも、撤回、二度と復活することはないと強調。ドーペ、http コロンスラッシュスラッシュ dop.jp スラッシュ2014スラッシュ 0836213.html2014 年8月28日、閲覧。続報、 フィルフィッシュ氏がついにパリトロンパートナーズとフェス IP の売却を明言。公式サイトはクラックされツイッターアカウントは削除。ドーペ2014年11月4日閲覧。ありがとうございます。